時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。とある土地に高村里という舞姫がいた。明るく綺麗な彼女の舞に心動かされぬ者はおらず、怯える者は勇気を、辛い者は強さを、悲しむ者は希望を受け取った。そして彼女には舞姫とは異なる裏の顔があった。悪行を働く貴族の罪を暴き、悪を打つ、それが彼女の真の仕事である。高村里は人々の幸福を願い、こたびもまた新たな任務へと赴く。洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。高村里 VS 鞍馬夜叉丸、いざ尋常に最終戦勝負。勝負あり。どうぞ。勝者高村里。今日の舞はここまで、続きはまた今度。誰かを幸福にするにはいろんなやり方があるでしょう。ですがあなたのやり方は自身を不幸にしますよ。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。高村里 VS ガルフォード、いざ尋常に最終戦勝負。ああ勝負あり。勝者高村里。里の仕事はここまでですね。それではさようなら。リもみんなの幸福のために戦っています。今度は敵じゃなくて味方として会いたいですね。洛中三門前。邪魔をするつもりかい？なら、その首を狩るだけさ。高村里 VS 首切りバサラ、いざ尋常に最終戦勝負。勝負あり。勝者高村里。里の仕事はここまでですね。それではさようなら。リの舞どうでしたか？気に入っていただけました？あの悲しみ、あの苦しみ、憎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 しみ。うずき。
これよりは公儀の任。若輩者はここまでにいたせい。公孫離 VS 柳生十兵衛、いざ尋常に最終戦勝負。よかったわ。勝者公孫離。美の仕事はここまでですね。それではさようなら。しばらくそのままでいてください。頭を冷やしてもらいます。ミネルヴァの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。公孫離 VS シャルロット、いざ尋常に最終戦勝負。勝負あり。勝者公孫離。ハオシェンよ。これ以上やればリーたち以外に迷惑がかかります。いいですね、この戦いはこれでおしまいです。日光。お前は何のために戦う？民のためか、自らの力を試すためか、名誉のためか。武器を取れ。その剣で語ってみせよ。公孫離 VS ウォーデン、いざ尋常に最終戦勝負。ここよ、何かしら。勝者公孫離。ハオシェンよ。これ以上やればリーたち以外に迷惑がかかります。いいですね、この戦いはこれでおしまいです。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。三方ヶ原。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。公孫離 VS ダーリーダガー、いざ尋常に最終戦勝負。勝者公孫離。本当は戦いは苦手なんですけど、なんとかなりました。熊野古道。ナコルルさん、この世界で会うなんて。訳は話せませんが、ここで眠っててもらいます。あなたは一体。いえ、この先は危険なところです。見逃すわけにはいきません。公孫離 VS ナコルル、いざ尋常に最終戦勝負。勝負あり。勝者公孫離。今日の舞はここまで。続きはまた今度。
しばらくそこにいてもらいますね。安心してください。あなたの分までリが責任を持って戦います。なくなればいい。静か千年桜。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。孫李 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。くわー、勝者孔孫李。これ以上は怪我じゃ済みませんよ。許せぬ、この世がそなたか。憎い。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずの大玉き繰り返し、昔を今になすよしもがな。まばゆい光の中、孔孫李の耳元でありがとうとささやく声が響く。まぶたを上げた彼女の眼前に飛び込んだのは、荘厳で美しく咲き誇る桜の姿だった。吹雪く桜とともに舞姫は優美に踊る。
ひらりひらりと宙に舞う桜は、まるで怨念から解放された静か御前の喜びを表すかのようであった。不幸に脅かされる人々を守り、幸福を与えるために公孫理は戦う。だが世界に不幸をもたらした静か御前もまた、己の幸福を探す哀れなさまよい人に過ぎぬ。悪人の罪を暴き、その報いを与えてきた公孫理。しかし静か御前は今までの悪人と同じとは思えなかった。彼女のような人が二度とこの世に現れてはならない。決意を新たに公孫理は帰路へと着くのであった。苦難を伴った旅路を終え、任務を果たした公孫理は慣れ親しんだ日常へと戻っていく。表では優美な舞で人々に幸福を与え、裏では悪人の罪を暴いて婿の民を守る。輝く正義の心を胸の内に秘め、彼女は今宵もまた秘密の任務のために暗躍する。そのまぶたの裏には、異国の地で見た満開の桜と光の中で微笑む女性の姿があった。I won't
不幸な人を放ってはおけないの。ほら、みんなには笑っていてほしいから。侍ショーダウン。